Hey, what's up, everybody? Welcome back to the channel and welcome back to another episode of Case Closed. I know we missed it last week, so let's get right to it this week. This case is going to be called the Time Bomb Express, so time to don the glasses of disguise. I don't know why I named it that, but that's what they are. And let's get to work. So just in case you're new here, the rules for me to successfully solve a case is I have to do new cases only, and I only have 10 minutes to review all of the footage. All right, let's go. I would have been kind of shocked. They do look shady, though. That sound effect. Why do you even have to match frequencies, isn't it? Shouldn't it be paired up? Uh-oh, wait. ショックな取引でしたね、兄貴。声が高いぞ。大丈夫ですよ。誰も聞いちゃいませんって。それにしてもあのケースを渡しただけで1億か。一体何が入ってたんですか?金に関する情報だ。使い方次第で1億なんてメジャーない方ともな。今頃自分の席に戻って北総園出るだろうぜ。窓から最後の景色を見下ろしてな。最後の景色?あいつに渡した黒いケースには 強いショックを与えると10秒後には爆発する高性能爆弾も入ってるのさ。爆弾?それじゃあ、あいつがケースを落としてもしたら。あれはあいつにとって大事な情報だ。そんなヘマはしないさ。それに爆発するのは30分と決まってる。時限爆弾ですか?いや、その時刻になると、あいつは何も知らずに自分で爆発位置を押すことになる。 Are you still gonna be on the train? What was the plan with that one? You should have said something adult. Adultish. What that is, don't ask me. He was in an area you can't smoke. まだあるはずだ。手がかりが。あのケースを渡しただだけで1億か。一体何が入ってたんですか?金に関する情報だ。今頃自分の席に戻って北総園出るだろう。そ、someone is smiling maybe. Got a window seat。窓から景色を見下ろせるのは?それな、2階のグリーン車です。グリーン車は3両だったよね。その中で禁煙車は? 確か7号車の2階だけです。そこに何があるの?なんだか知らねえけど、行こうぜ。いや、それは子供は危険だから。少年探偵団レッツゴー。爆弾付きの黒いケースを持っている人物は1人2人3人。Dang, is that that lady from Yu-Gi-Oh? Well, it's probably... Yeah. Hey,
仕事の邪魔だ。あっちに行け。キチ。じゃあこの黒いのやらせて。これもゲームでしょ。ダイン。どうしたの坊や。迷子になっちゃったの。わあすごい。いい眺めだね。ええ。今日は天気がいいから富士山もそこからバッチリ。へえ、富士山か。坊や、富士山好き？うん、大好き。くそ、ロックが。うるさい。あっちに行けと言っているのがわからないのか。 Dang, what's wrong with this dude? ねえ、おばさん、食堂車へ行った？え、どうして？あそこで黒い服着た人たちと一緒にいた人、おばさんに似てるなって。ああ、それなら人違いだわ。私は食堂車へ行ってないもの。おじさんは？この忙しいのに、そんなところに行っていられるか。失礼しました。It could be him. He's kind of protecting the case. You probably shouldn't smoke around him. I don't know.The gangster looking dude is probably the one. ねえねえ、さっき食堂車に。何？そんなことどうでもいいよね。Yep, he was in the dining car. 食堂車のナプキン。こいつ食堂車に行ってるな。よし。ねえ、僕の紙飛行機があの上に乗っちゃったんだ。取ってもいいでしょ。いいよね。やった。あれ、どこだ。見つかんない。それに触るな。あいつに渡した黒いケースに強いショックを与えると10秒後には爆発する高性能爆弾も入ってるのさ。Oh my god, Genta. Nice catch, Genta-kun! お見事。ところで、これなんだ？それは…いい加減にしろ！that wasn't it.コナン君、あなたたちもいい加減にしなさい。海通り過ぎちゃったのかよ。ゲント君がよそ見してる間にね。でもこっちの席は山側です。どっちみち見えなかったんですよ。山側？いい眺めだね。ええ、今日は天気がいいから富士山もそこからバッチリ。あの席は確か海側。So she lied? At Hollywood Feet,、huh? we believe making... She was in a dining car? Yu-Gi-Oh lady all along. Yabe, あと1分しかねえ。お客様にご案内申し上げます。携帯電話をご使用になる場合は、他のお客様のご迷惑になりますので、車両の外のデッキに出てお使いになられますようお願い申し上げます。そうか、携帯電話か。あ、こら、今度は何？おい、何？What?How would she trigger it by using her phone? Like trying to put it away? I
しまった。もしもし。10秒後には新幹線もろとも。What? Stop thinking. Now, how is kicking it not gonna make it go off?その後、新幹線は止まるわ。めぐれ警部たちの捜査は始まるわ。結婚式に遅れるわで大変だったけど、なんとか怪我人を一人も出さずに事なきを得た。彼女の自供によると、金相場に関する情報を例の二人組から1億円で買い、その情報が入ったケースの開け方を指定の電話で教えてもらう約束だったらしい。だが二人組は最初から金だけ手に入れて彼女を消そうとしていたのだ。そして二人組も逮捕された。緊急配備された検問に引っかかったのだ。それにしてもとんだ早とちりだった。俺を小さくした黒ずくめの男たちは一体どこへ行ったんだ。くそ、諦めないぞ。いつかお前たちを追い詰めてやる。絶対に。 Alright. Well, there's another one. There's not really a whole lot of things to put together, I guess. At least things that I can think of. Like he says it almost immediately. So, I think I'm gonna do one more episode.リッチな男引っ掛けてこいよ。変だな、コナン君ここにもいない。ラン、何やってんの。置いてっちゃうわよ。こうなったらあのチョコの行方をとことん突き止めてやる。ごめんごめん、待たせちゃって。出発。もうランのやついつまでこんなところにいるつもりなんだよ。寒いわ、腹は減るわ。Oh, that wasn't a good plan.知ってるんすか、あの子。ちょっと事情があって今うちで預かってるんです。外は寒いでしょ。お入りなさい。はーい。よし、そろそろ誰かに芸でもやってもらおうかな。ナミチ、お前なんかやれよ。I feel like he's the murderer. Either Namichi or the drunk dude. It's one of the two. なんだと？お前俺の言うことが聞けねえのか？お前の顔見てると悪酔いするぜ。稲川さんってちょっと態度でかいんじゃない？男はあれぐらいの方がいいの。それより持ってきたチョコ。うん。見てなさい、私のチョコ食べれば皆川さんもイチコロよ。香り、やめなさいよ、直道をあんな風にいじめるのは。頭くんだよ、てめえ一人が不幸面してんのは。自分の方がよっぽど不幸って言いたいわけ。何？あなた変わったわ、あれ以来ずっとやけになってる。お前に何がわかる。わかるもん、幼馴染じゃない。しっかりしてよ。受け取ってくれる？これ。よせよ、お前とは友達でいたいんだ。そう、やっぱりよしみのこと。I'm confused. What? She said, "You've been crazy. Take my chocolates." Like, what was going on with that? No, don't do it.握っても。よし。Oh my god. Kawaii desu ne. Ore wa Ranzan. Oh. He said just the hand, went for a kiss. Ranzan. Oh my god.
Look like the... I forget who does that move in Smash, but...虫歯が治ってないんだから。だって香織お姉ちゃんがくれたんだもん。香織。勝彦だな。あいつが何かひどいことを。あなたには関係ないわ。勝彦は人間のクズだ。あんなのに何言われても君が傷つくことはない。ほっといてってば。あ、oh. Oh, okay. I thought you got mad at her for a second.デザートにしましょう。おお、待ってたっす。お母さんの手作りケーキ。Ooh. お口に合うかどうか。Some strawberry shortcake. いただきます。おお。お姉ちゃん、そのケーキ美味しい。ケーキもコーヒーも美味しい。Poor kid. I don't think that was your coffee, but.Yeah, that's kind of gross. Didn't she just say he couldn't have sweets? Unless it's sugar free, I guess. He loves that nicotine, though. Oh, yeah, he poisoned those. He 100% did something to those cigarettes. They're about to blow up in his face. Yoshibi no yatsu, yappari Katsuhiko no koto, anna otoko no doko ga ii desu ka ne? Sore wa soutou, Ran-san, soro soro boku ni mo choko. Now what happened? Katsuhiko! 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 Oka-san. So I had some of the chocolate, the cigarette is lit, the filter fell off. Odd.Also odd. Katsuhiko-san は先ほど息を引き取りました。死因は農薬系の中毒のようです。渡辺よしみさん、彼はあなたのチョコを食べてすぐに倒れたんですな。はい。至って単純な事件ですな、これは。おりょーち!な、なんでお前がここにいるんだ?はっ!娘の連絡を受け、名探偵毛利小五郎参上いたしました。ズバリ犯人はあなただ。 It wouldn't have acted that fast. 毒を入れ被害者を殺した。 I don't think. 毒はつまり愛のもつれ。 被害者が食べ残したチョコを調べればわかることだ。 違います。私じゃない。私じゃないよ。 よしみ。 よしみさんが犯人ならこんな単純な事件はない。どれもこれも被害者だけではなく、みんなが同じものを食べている。寿司に毒を仕込んでも被害者がどの寿司を食べるのかわからない。コーヒーは同じポットから注がれたものをみんなが飲んでいる。となると、He didn't have the cake. いや、被害者は食べなかったはずだ。ああ、俺は甘いものは嫌いだね。What if the antidote? Oh my god, wait!So, it was in the coffee. It was in the coffee. I think it was in the coffee. See, but here's the thing. That was his mom, though. But it makes sense because the little kid who's not supposed to eat sweets drank the coffee. And then she's like, oh, you're not supposed to have coffee. Here, have this cake. And that didn't make sense because she's like, you're not supposed to eat sweets. So why would she poison her own son, though?What the frick? That's my theory right now. そうだ!
にタバコの吸い殻が落ちてたよね。Oh yeah, did he get his cigarettes back? そうか、そういう可能性もあるか。これが現場から発見された吸い殻か。確かにタバコに毒を仕込むという手もあるが。私見ました。皆川さんが外に出るとき、直道さんがタバコを。That is weird. Naomichi, お前まさか。どうなんだ。吸い殻を調べればわかることなんだぞ。そうさ、僕がやったんだ。憎かったんだ。ずっと前から。和彦のやついつも僕をバカにして。He's gotta be something with the coffee, though. See? I did point that out. Dang it, I should have stuck with my theory zero before theory one. Okay, never mind. See, I knew it! Yeah, it was her. It was her. Oh, she's trying to get rid of the evidence. So, I got it.これは時計型麻酔銃といってな、至近距離にいる相手を瞬時に眠らせることができるんじゃ。So he got double poisoned.確かおっちゃんの声は59番。ちょっと待ってください、めぐれ警部。ん？彼は犯人じゃありませんよ。何を言ってる？ Why do you take the...I mean, okay. 殺人を計画したが失敗しました。見てください、タバコの吸い殻を。部屋に残っていた被害者のタバコの吸い殻は両切りのフィルターがついていない銘柄だった。直道からタバコをもらった被害者はいつもの癖でフィルターを捨てて吸ったのです。つまり毒の部分を吸わなかったことになる。お父さん、じゃあ犯人は誰なの？この事件の真犯人は克彦君のお母さん、あなただ。I guess because he was a bad man, but still, what the frick? 何を言うんですか？私が第一どうやって殺したと言うんです？食べ物に毒を入れてね。みんな同じものを食べたのですよ。確かに、だが克彦君だけが死んだ。彼は食べなかったから死んだのです。食べなかったからってどういうこと？お母さん、あなたスム君がチョコを食べた時、劣化のごとく怒ったそうですね。そのくせケーキを食べさせている。なぜですか？それはコーヒーに毒を、ケーキに解毒剤を仕込んでおいたからだ。スム君が毒入りコーヒーを飲んだのを見て、あなたは慌ててケーキを、つまり解毒剤を食べさせた。あなたは知っていたのです。甘いものの嫌いな和彦君はケーキを食べないだろうと。そしてこの計画を思いつき、和彦君が吉見さんに好意を持っていることも利用した。吉見さんにもらったチョコなら和彦君も食べないわけにはいかない。現場にいち早く駆けつけたあなたは、和彦君の持っていた食べかけのチョコを取り、毒入りのチョコとすり替えた。もちろん吉見さんに罪を着せようとしてね。わかりよ、証拠がないわ。証拠はあります。コーヒーカップにね。あなたは警察が来る前にいち早くコーヒーを片付けた。いくら洗い流しても。 See, now this would give Conan away. She's like, you weren't even here. How would you know that? たとえカップに残っていなくとも排水管には残っている。お母さん、そろそろ溶け始めたようですよ。あなたがすり替え、着物の中に隠した吉見さんのチョコレート。Yeah, I was about to say that. Probably. Dang, good lord. でたらめよ。なぜ私が吉見さんのチョコなら食べると知ってるの？なぜ実の息子を殺さなくちゃならないの？違います。勝彦の本当の両親は7年前に事故で亡くなってるんです。そして父方の叔母であるあなたに引き取られた。That's messed up.ヨシミのことを好きだったのは本当のお母さんに似てたから。だからあなたは、カツヒコがヨシミのチョコを必ず食べるって知っていたんだわ。ごめんなさい、ヨシミさん。偶然あなたが街でチョコを買うのを見てこの計画を思いついたの。仕方がなかった。 We never had these vocals with this song before. It's kind of haunting.
Oh, they wanted them. Oh my gosh. Good grief, woman. That is not worth it at all. What a downer to end on. Well, we did solve the case, you know. I had some doubts, I'm not gonna lie. But I was able to put the pieces together. So I'm proud of that. That's the goal. Let's see if we have anything at the end. ランさん、こんなとこにいますか。呼んでくれれば。Now you're desperate, dude. 結構です。おお、そのチョコ、俺にくれるんすか。違います。ありがとうございます。感激っす。いい加減にしなさい。失礼しました。食べてもいいわよ。コナン君ならきっと新一も許してくれる。私を守るために追っかけてきてくれたんでしょ。ありがとう。おお。Good stuff.Good stuff. Alright, and with that, we are gonna go ahead and end this episode with a double hitter. I wouldn't have done it, but we had, I think, almost three cases in a row, or maybe just two, that like I really didn't have to think about, nor could I really solve the case with the things that I saw on screen. So I hope you guys enjoyed the double hitter special, unexpected.For me as well as for you guys. Wow, waterworks just happened. I don't know if y'all saw that, but it's okay. Make sure to like the video if you enjoyed solving the case with me, and subscribe so that way you guys know when the next case comes out, because I'm gonna need your help to solve it. All right, with that being said, let me know down in the comments below, what did you guys think of these two cases? Were you able to solve both of them before Conan or I could? Let me know. And with that, I'm gonna wish you all a nice evening, morning, or night. Whereas, enjoy it. I will see you guys in the next case from Swiper PI.